ございます。今日は1月12日お休みです。僕はこれとてどこに行く予定もないんですけれども、今日はブルちゃんのトリミングだけです。あとは今日はもうずっと YouTube の編集ですね。昨日も今日も YouTube の編集、メンバーシップに出す動画をたくさん、家の方が電波とか上げるのがね早いんでやってるんです。500円玉も取られてるな。気付けや車。ナムのところのお昼間貸してるみたい。なんか大福に、この令和ホルモンが今工場になってるらしい。これのうわ高っ、ほんまに3300円やって。だからあかんねんな。ここ24時間経ってなくて3300円、行く12時間が900円、折り返しにしてほしいよな。折り返しがないんだよね。はい、おはようございます、不動大和です。今日はですね1月13日休みも終わりまして、私、また舞台頑張っていきたいと思います。昨日からの続きで、昨日あんまり撮られへんかったからね。はい、じゃあ今からお芝居カエルの子頑張っていきたいと思います。酔ってるって言うんですか。酔ってるじゃねえか。ちょっと待ってください、見てくださいよ、行けますよ。まっすぐ歩けますよ。まっすぐだぞ。酔ってるんだ冗談じゃん。それがダメなんだよ。ダメだ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 。ブルさん、だめ、ひよこじゃないか。ひよこじゃないよ。甘口でしょ。甘口かい。もうねえ、どうしたの。いや、どうもこうもあれやしねえよ。こんなところでふてくされして。なんだよ、俺はお嬢さんと目元になりたいと親分に言って、いやお嬢さんもお嬢さんみたいな酒臭い男は嫌いよって言われたんだよ。言われたの。笑うなよ、大きな口しやがって。大きな口は生まれつき。なんなんだよ、バカにしにいたのかお前は。そうじゃないわよ、ね、もう文さんとお嬢さんとは釣り合わないの。うるせえな。好きとすっぽん。やかましい、冷やかしならどっか行け。ね、それよりもさ、もっと周りに目を向けてごらんなさい。おめえが亭主をもらいてえと言うなら一緒にもさしてやりてえが、うん、まさか一家の台貸し。文太郎と一緒になりてえだって。そうなの。文のやつはな、前々から俺の娘お前と一緒にさせてくれと頼みに来ていたんだよ。それも知ってる。それがな。でもね、おじさん、私無理にとは言ってないのよ。どうしても一緒にならなきゃいけないわけってのがあるの。なんだよ。その私のお腹の中にはね、文さんの子がいるの。ただいま戻りました。ただいま戻りました。おはよう、おはようございます。おはよう。ちょっと待って、ちょっと待って。おい、文太郎、ブンタロー、ブンブンブン、ブンブンブンだ。お、お前来てたのか。座れ、座れ、どうしよう、座れ。待って、いや、なんで俺らこいつと一緒にならなきゃならないんですか。何もかも分かってるんだよ。どういうこと。素直になれよ。ずっと素直だよ。何気持ち悪いな。どうしたの。いやいや、もうな、もう何も言わずに仇となって、いや、バカなことで暮らすんだよ。おめえ変なこと言うんじゃねえ。なんで俺がおめえと一緒にならなきゃなんねんだよ。だって私の中の中にはブンさんの子がいるから。ほら、お前はアホか。何言ってんだお前ね。そういうこともしてないのにできるわけないでしょう。よく言うぜ。そういうことがあるからできてるんじゃねえか。いつなんだよ。ちょっと、え、忘れたとは言わせないわよ。何のことで。お嬢さんの誕生日の日の会の時、あの日酒に酔っ、ほらほら、違う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 、俺は酔って寝ました。分かった、お前何酔った。俺、酔いつぶれた俺を無理やりに犯したのか。ちょっと、キャー、最悪だ。いっぺんで子供ができるかよ。バカじゃない。
ないの。一遍だろうが百遍だろうがね、できるときはできるんです。なんという命中率だ。一緒になるんだ。いやですよ。正体持て。いや、産むなら勝手に産め。え、俺ら知らねえ。男らしくねえな、責任ねえこと言いやがって。いやだもん。お前産めねえ、高年齢出産だから。無理無理無理。そんなことね、年は変わんねえじゃん。そうよ、俺としか変わんないんだもん。ちょっと、なんだこの世界は。え、間違ってる。何だ。嫌だと言ってるんですから。嫌なんですよ。嫌なのか。だから嫌だね。どうしても嫌だ。いや、どうしても嫌だ。そうか、しょうがねえよ。どんだろう、男がここまで言ってるんだったら諦めろ。諦めろ。じゃあもう娘のお待ちと一緒にさせてやる。ちょっとおじさん。いいんだいいんだ。殿からボタン持ちありがとうございます。だけどな、今すぐってわけじゃねえ、はい、おめえはまだまだ半人前だから、うん、男修行の旅に出てからだ。わかりました。じゃあ旅から帰ってきたらお嬢さんと目を取り直すんですか。帰ってくるやな。はい、よし、旅に出る。旅に出るぞ。すぐじゃねえぞ、はい、石の上にも3年だから、まずは3年の修行が必要だ。3年間旅に出ろって。いや、ダメだな。おめえはな、それじゃ足りねえから。え、人の3倍の9年だ。3倍で9年。あ、9ってのはな、ちょっとキレが悪いから、え、思い切って10年にしよう。10年旅をかけて帰ってくるよ。お前と一緒にさせてやる。ちょっと待って、男らしくはっきり決めろ。そうよ。くそ、2人で組んでるな。は、組んでる。2人で一緒になればいいじゃないか。バカヤロ、そういうわけにいかねえだろ。こいつなんか女房にもらったら偉そうになりますよ。そんなことないわよ。苦労しますよ。確かに気がきついよ。はい、九州なんだから、九州の血がすごいんだから。酒も飲むだろう。酒は飲む、辛いものは食べる、声はガビガビ、うん、先が見えてるかもしれない。男になるんだぞ。だん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 。それでもしょうがねえじゃねえか。それに助けてもらえる日が来るかもしれないわよ。いらない、いらない、いらない。どちらね。分かったよ。じゃあ旅に行ってるよ。あ、行ったな。出ると言ったな。いました。10年間帰ってくるんだ。今すぐに行くんだ。わかりましたよ。必ずお嬢さんはもらいますからね。ああ、男同士の約束ですからね。クラム、ボンボン、こんにちは。なんだおめえ、どうしたい。いや、今親分、助っ人を探していたんでございましょう。知っての通り、今日例があってな、ええ、相手が御家人崩れの短座だ。ですってね。侍崩れだから目腕が立つんだよ。ええ、何としてでも数を集めようと思ってな。それでね、足が助っ人になった矢生がい。バカなこと言うんじゃねえや、おめえヤクザじゃねえだろ。いや、だが、おめえそんなバカなことをする前によ、うちに帰って板場の修行してやれ。お母ちゃんに孝行してやるんだよ。店なんかどうだっていいんだよ。何言ってるんだよ。そんなことをしてるやな、お母ちゃんが悲しむぞ。死にやがれ、この野郎。おめえは俺にいたんだよ。よそ見してんじゃねえや。大丈夫か、坊主、蹴らないか。やったのか。おめえが御家人探偵やったのかい。やっぱりあれが御家人探偵かい。そうかい。ならおじちゃん、その首おいらに譲ってくれ。こんなおめえ生臭いもスイカじゃねえんだぞ。わかってるよ。なんで欲しいんだい。実はよ、おら大川一家の脇牛になりてんだ。いくら親分に言ったってなかなか加えてくれねえんだい。そこでよ、探偵の首を持っていきゃ脇牛にしてくれるだろ。それじゃあ人の手から横取りして若い人になりたいんだ。いや、そうじゃねえけど、あの金なら頼んでるからな。金いらねえ。いらねえのかい。やる。そうかい。ああ、やると思う。だったらくれよ。言語一発くれてやるな。この野郎、覚えてろよ。お前、見るんだ。さあ、はい、確かめてやってもらえ。どうだ。おや、間違いありませんよ。短冊か。へい、やった。おや、喧嘩俺たちが勝ったんだぞ。おめでとうござんす。おめでとうござんす。谷さん、どこの人だ知らねえが、おめえさんのおかげだ。深く礼を言うぜ。ありがとうござんす。そんな他人じゃあるいし。何言ってるんですか、親分。え、お久しぶりでござんす。足ですよ。あ、文太郎か。兄貴、文太郎じゃねえか。帰ってきたんだ。長い間留守にして申し訳ございません。しかしまあ親分、老けましたね。しょうがねえ。
あれからもう15年も経ちまったんだから。約束は10年でございました。いや、親分すいません。最初は長かった。もう5年過ぎるまでは長くてしょうがねえ。もうほら早く帰りてえ早く帰りてえとそう思っておりましたがね、8年過ぎたあたりからなんだかわからねえがてめえの未熟さに気づいてメールを出したね。10年経ってもこのまま帰るのは恥ずかしい、てめえの絵で勝手で2年3年とずるずる15年帰ってくることができませんでした。いや何にしても戻ってきてくれて嬉しいぜ。お嬢さんはお元気ですか？賑やかに終わりました。まあね、夜もまた頑張っていきたいと思います。本当に舞台楽しいね。はい、明日からなんか大阪の方は緊急事態宣言となっておりますけども、まあ8割うち大阪のお客さんが多いんでね、これちょっと明日から怖いなと思いつつも、変わりなく頑張っていきたいと思いますんで、どうぞ皆さんよろしくお願いします。この動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。また高評価もよろしくね。それじゃあ皆様さようなら。